はい、こんにちは、ピストでございます。横浜のあたりやっていきましょう。1453回目ね、ごめんなさい。初場所の後半、まずは同門対決ね。これは堀川さん2連敗中、今日は猪熊さんとで、一条さん中田千由里さんとですね、下田千由里さんは立ち風さんとで、大宮さんが猪苗代さん、はい、で水さん、油の浩二さんとね、3組かな今日ね。はい、では参りましょう。9日目に入ります。松山さん勝ち越しをかけての一番、4勝4敗の塩見岳さんとです。さあ立ち合い回しを取ったのは塩見岳さん、すぐに差し替わって寄りが入った。また差し替わるが、ここは松山さん下がらず外掛け足技決めました。勝ち越し8勝1敗。大宮さんも勝ち越しを狙います。3勝5敗の猪苗代さんとです。さあこちら大宮さんが先手、押しはこらえる。猪苗代さんも押してきますが、あ、ここで押して真ん中に戻した。連発は入らない。さあ大宮さん釣った。そしてまだ回しを持っているが、押しはどうしてもこらえる。釣りに入ります。少しずつ下がらせて寄った、追い込んで寄り切り。こちらも勝ち越し8勝1敗。黒門さん、1勝7敗の伊勢神楽さん、こちらはパスします。そして、同門対決6勝2敗の横綱堀川さんと7勝1敗大関の猪熊さん。猪熊さんのまず突きが入りました。横綱押し返す。そして回しを持って寄り、猪熊さんもすかさず押して真ん中に戻し、再び猪熊さん、あ、ここでリードを取った。さあ一気に行くか、追い込みます。堀川さん土俵際なんとか寄り返す。2つ寄り返した。3つ目はいかない。ここで止まる。堀川さんついて真ん中に戻します。さあここは2人とも小細工は使いません。猪熊さんは足技、そして堀川さんは出し投げを持っています。堀川さんは組みかけのところで仕掛けたいところ。猪熊さんも同様ですね、組んだ時が勝負ですけど、両者とも突き通し。さあ再びここで猪熊さんが追い込んで、お、堀川さん粘る。さあ突き合い、堀川さんまた真ん中戻した。さあこれは持久力勝負になってきた。堀川さん土俵際から一気に逆転。左右手突き出し、逆転勝ち。これでお互い7勝2敗同士になりました。アブロン浩二さんとデミズさんは7勝1敗同士です。まずはデミズさんが寄りました。なかなか下がりません、デミズさん。さあオランコさんちょっと苦戦してケタグリー、ここはうまく倒しました。そして全勝同士の一番、一条さんと中田中里さん、マッショットで先に寄ったのは一条さん。そしてついていく。さあ一気に行くか、一気に追い込んだ。土俵際こらえて、マッショ持って寄り切り。ここは一条さん強い。結びの一番、下田千由里さんは5勝3敗、立ち風さんと。下田千由里さんは現在7勝1敗、勝てば勝ち越し。立ち風さんは4敗目となります。ここは寄り返して真ん中に戻しました。立ち風さんはまだ寄りは健在。さあじわじわ行く前に、なんとか下田千里さんは救いたいところですけども、
さあここは段階を見ているのか、ただ2人とも寄り合いにとどまりました。さあここでついた。さあ一気に勝負に出るか。寄り切りました。下田チュリさんが勝ち越し。さあこれで全員勝ち越したのかな。はい、ここの紙終了しました。いやごめんなさい、まだ7勝2敗が3人いたわ大変失礼しました。そうよねさっきも7勝2敗って言ってんのにね堀川さんと猪熊さんと出水さんが7勝2敗ですね。さあ小結び陣はちょっと苦戦してますね。4人とも負け先行ですね。まだ盛り返しとまでは来てません。では10日目、テルノハンさんが全勝キープしてるね。全勝は2人、堀川さんと、松山さん、そして一条さんはテルノハナさんと。さあ全勝同士の1番です。そして下田千里さんは大宮さん、レミーズさんはちょい下沖野桜さん、黒門さんは横綱油の小路さんと。あそうか、全勝3人か。黒門さんがようやくね上位と当たる状態という感じですね。はい、で、ここは黒門対決。さあ10日目、ここからは横綱と関脇の組み合わせが3日間続きます。中田千里さんは7勝2敗の悠久志さん、出水さん勝ち越しをかけての1番、沖野桜さんは3勝6敗。さあまずは押し合いで一進一退、真ん中で止まります。再び大関落ち始めました。沖野桜さん寄り返せません。はたいた。出水さんここで勝ち越し。猪熊さんも勝ち越しをかけての1番、3勝6敗比叡さん。バッション技を仕掛けてきました比叡さん。しかし猪熊さんはこらえてそのままついていって、隙を出してしまった比叡さん、一気に突き出されました。ここは同門対決、7勝2敗の堀川さん、8勝1敗の松山さん。松山さん仕掛ける、しかし全くひるまない横綱。さあ一気についていく。土俵際追い込んだのは横綱、突き出し。これで8勝2敗同士となりました。堀川さん勝ち越し。同門対決、8勝1敗油の小路さんと9連勝中の黒門さん。さあ黒門さんはこの横綱3連戦が進化を問われる3日間となります。最低でも2勝1敗で終わりたい。残った、さあ寄りが一気に2つ入って、土俵際一歩手前でしたけど、黒門さんも負けじと、あ3つ入った、4つ入ります。続いてここで王手を取ったのは黒門さん。土俵際寄り切り、勝ったのは黒門さん。全勝をキープしました。そして全勝同士の 1番、一条さんと照ノ花さん。さあ先にマシを取ろうとしたが、すぐに巻き返す王、そして先に寄ったのは横綱。あ首投げ、これはこらえた。そして一条さん突き、そして下手投げ、見事に返しました。結びの一番は8勝1敗同士の同門対決、下田千里さんと大宮さん。
お、篠田ジュリさん、大宮さんのお株を奪う釣りが入りました。ここはこらえる。大宮さんが寄っていく。さあ追いかぶさるようにいきました。土俵際篠田ジュリさん必死の抵抗を突き返し2つ。大宮さん再び寄っていく。最大手。さあここは返せない。大宮さんがマシを掴んでいる。横綱まだ粘ります。再び大宮さん三度。ここは寄り切らせました。勝ったのは大宮さん。十日目終了しました。前哨は一条さんと黒門さんの2人、9勝1敗が中田千里さん、照ノ葉さん、大宮さんとなりました。残るメンバーは我が部屋は8勝2敗、下位は、6勝が最高ですね。立西木さんと勝さなさん、十両前哨は戸越嵐さん1敗で小花沢さん、そして8勝2敗港朝日さん。勝ち越してるのは現状10日目ではこの3名となっております。それでは11日目、堀川さんと大宮さん、一条さんと黒門さん、全勝同士の一番。下田千里さんが照ノ花さんと、大宮さんは堀川さんで、水さんが結城富士さん、黒門さん、ここは同門対決。中田千里さんは沖野桜さん、松山さんは油の浩二さんと、今熊さんは竹の富士さん、ここはどうも対決でしたね。はい、行きましょう。11日目、はい、中田千里さんからですね、3勝7敗の沖野桜さん、そして出水さんは7勝3敗の結城富士さん、井上さんは竹野内さんは6勝4敗。こちらは同門対決。8勝2敗堀川さんと9勝1敗大宮さん。先手は堀川さん、惜しい。大宮さん釣り返そうとしますが、これは不発。一気にその突きをついて追い込んだのは横綱。マシュ持っている、寄り切り。大宮さん優勝戦線脱落がこれで2敗目。こちらは8勝2敗同士の同門対決、油野浩二さんと松山さん。ケタグリ、ここはブランコさん決めました。9勝目。さあ全勝同士の同門対決、残るのはどっちか。一条さんと黒門さん、ここは黒門さん一気に行こうとするがこらえられる。もう一歩押し進めたいのは黒門さん。一条さん今日はまわしが取れない。さあ黒門さん押しが入った。一気にとはいかない。ここで絞り込みが入る。しかしまわし差し替わりません。押しに入って一気に追い込んだ。土俵際一条さん絞り込んでる場合じゃない。寄り切り、ここは黒門さん勝ちました。結びの一番下田千里さんは9勝1敗、テロハンさんと。ここね、照ノ花さん勝つとちょっとおかしくなるんですよね。下手したら持ってかれるかもしれない状況にはね、変わってきますけども。土俵際の2丁目、これは初寄り切られました。寄り切って下田千里さんの勝ち。あとは立川さんも7勝目やね。明日勝っちゃうでしょうからね。はい、11日目終了。全勝は黒門さん、そして10勝1敗が中田千里さんと一条さんの2人という状態です。それでは12日目、堀川さんが竹野富士さん、さっきの敗れた一条さん、ここで大宮さんと、
下田千里さんは松山さん。さあ黒本さんはどっちだろう。3人とも出ないか。油本浩二さんと、あ、中田千里さんと当たるんだ。あ、なるほど、一敗同士か。そういうことですね。一敗と全勝ですよね。だここ勝つともな、黒門さんがほぼ決まってしまう状態かっていうところですね。で、油本浩二さんと照ノ花さんね。ここで組み合わせをいじってきましたね。この評価ですね。中田千里さんが、10勝1敗、黒門さん11連勝の同門対決。さあここで黒門さんが敗れると一気に情勢は変わってまいります。逆に黒門さんが勝つと優勝が大きく近づく。勝利というのはもちろん過言ではないでしょう。さあここはすごい付き合いになっている。追い込むのは大関だ。そして突き出し、全勝12日目で消えました。で、水さんは3勝8敗の比叡さん、これはパスします。猪熊さんはこちらも3勝8敗、沖野桜さん。堀川さん7勝4敗の竹野富士さん。9勝2敗同士、油本浩二さんと照ノ花さん。ここは照ノ花さんがずんずん引く。小手投げ、土俵際、回しが取れない。油本浩二さんずぶい、差し替わりません。ここは照ノ花さん寄り切りました。一条さん10勝1敗、大宮さん9勝2敗の同門対決。なかなか真ん中だよね、一進一退となってしまってますけど。さあ連発で一条さんも仕掛けるんですけど、なかなか大宮さんここから下がらない。また大宮さん戻していきます。そしてここからが入らない大宮さん。あ、ここでようやく入った。再びリード。あ、場所取っている。さあ一条さんは叩いた。ズルズルいくのかと思いきや、ここで叩き込み。結びの一番も同門対決です。9勝2敗の下田千里さんと8勝3敗の松山さん。松山さんとしてもね、パラ的に上と当たるとね、厳しい部分はあるんですけどね。ここは下田千里さんが突き出しました。照ノ花さんが、立川さんやっぱり勝ち越しちゃったね。もうしょうがないな。はい、12日目終了。11勝1敗3名で、トップ争いですね。そして10勝2敗が2人という状態。立ち錦さんと上総灘さんはから2連勝して勝ち越し。終了は戸越嵐さんが相変わらずの全勝。1敗で追いかける尾花沢さん、図式は変わりません。10勝がいません。9勝3敗が3名、8勝4敗が1人と、まだ勝ち越してるのは6名という状態ですね。では、13日目、ここから横沢同士の一番。まだ堀川さんと一条さん、お隣同士。下田千里さんがもちろん、油本浩二さんと、大宮さん、黒門さんとですね。で、出水さんは立風さん。中田千里さんは猪熊さんと。で、松山さんが照ノ花さん。
あ、そうですね、ごめんなさい、間違えました。あとテラナーさんね、ちょっとよそ見してる間にすいません。テルナーさんどうなんだろうね。だいぶパラはね落ち着きとるとは思うんですけどね。残った。さあ、とったりもこらえた。さあ、松山さんまだ仕掛けません。張り手一発、猫魂張り手残った二丁投げ、技の仕掛け合いでしたけど、ここはテルハンさんに軍配。さあ、黒門さんと大宮さんですね。さあ、黒門さんが仕掛ける、山の中で止まった状態。さあ、大宮さんついていきたい、一気に行く。さあ、大宮さんが一気に寄りました。そして出水さんと立ち風さん、大関同士の一番。さあ、ここは立ち風さん、あー一気に押していこうとしましたけど、出水さんの逆取ったり決まりました。そして中田重里さんと猪熊さん、どうも対決。中田中さんが一気に押していく、突き出しました。ここは中田中さんの勝利。そして一条さんと堀川さん、横綱同士の一番。あー、ここは一条さんの上手出し投げ決まりました。そしてもう一つ結びの一番、下田中里さんと油の浩二さん。おお、下田中里さんこらえた。そして油の浩二さんついていく、追い込んだが、ここは返してきた。油の浩二さんの桁繰り決まりました。ということで横沢戦勝ったのは油の浩二さんと一条さん。出水さんはちょっと押され気味でしたけどね、見事な逆取ったり。松山さんはやっぱりちょっとパラ負けかな。テルワンさんにね、二丁投げ仕掛け合いでしたけどね、まあ手数は明らかにテルワンさんの方が多かったですからね。はい、ということで13日目終了。トップは一条さんと中田中里さんのお二人で、11勝で黒門さんと、テルノハンさんね、2番手2、 あとデミさんとね3人が追いかける状態で、横綱3名は残り3名は10勝3敗で、大宮さんも10勝3敗、猪熊さん9勝4敗、松山さん8勝5敗やね。だいぶ下もね8勝勝ち越してきてますね。負け越しが決まったのは南青龍さんと高駿河さんが三役では負け越し決まっております。それでは14日目でまた全員見ましょう。さあ、今日は、堀川さんと島田獣医さん、一条さんと油、一条さんと出水さんになった。あ、なるほど、そういうことですね。ここで組み合わせ変えてまいりました。当たってなかったからね。中田中里さんと油の声さんね。で、猪熊さんは立川さん、ここは勝ってほしいね。はい、14日目、まずは関脇同士のお二人、大宮さんとテロハンさん。テロハンさんが11勝2敗、大宮さん現在10勝3敗。さあ、ここは先についた、一気にいく、ストレート勝ち、押し出し。これで2人とも、11勝3敗同士になりました。黒門さん11勝2敗、松山さん8勝5敗です。
同門対決2つ目。さあここは先手取ったのは黒門さん、松山さんすぐに寄り返して寄りが2つ。さあ回しを持った前いけるか、つくがこれは失敗。ここで投げを仕掛けましたがこれは不発。もう一応巻き返して回しを取った。さあ真ん中での攻防、首投げはこれも不発。さあここは松山さんが寄って追い込みます。そのまま寄り切り、ここは松山さん勝ちました。松山さん9勝目。そして9勝4敗の猪熊さんは立川さん、立川さん現在8勝5敗。押しに入る。ついた。さあ一気に押し込みます。そして押し出し、ここは力でいきました。アブランコイさん10勝3敗、そして中田じゅうさん12勝1敗の、ここは組み合わせを変えてまいりました。横綱対大関は中田ちゅうりさん、けたぐり奇襲成功、1敗を守ります。一条さん対出光さんとなりました。出光さん11勝2敗、一条さんは12勝1敗。さあここで一条さんが敗れると中田ちゅうりさんが喜ぶのはもちろん、ああ出光さん押し込む。さあここは一気に盛り返していきたい。一条さん4つ目も入る。再び横綱の猛攻か、いやすぐに戻してくる。ここは強烈な突きが横綱が放たれて逆を手突き出し、一敗を守ったのはデミズさん。さあ堀川さんと、下田中里さん 10勝3敗同士ですね。さあ立ち合い下田中里さんの突き、下田中里さんがやや優勢、突き出し、ここは下田中里さんが勝ちました。大宮さんよくね、まあ、ほぼほぼストレート勝ちで素晴らしい内容でしたけどね。はい、14日目終了ですね。これで小結び勝ち越したのは赤月さんとゲイブナダさんね。関脇以上は一応全員勝ってる状態ですね。であとは立錦さんと上総直さんが10勝、千秋楽前7勝7敗で、止まっているのは桐風さんただ一人、もうあとは、黒いのはみんな負け越しですね、桐風さん以外の。さあ十両は戸越新井さん全勝キープ、小畑沢さんは2敗目が2つ目の土がついてしまって、戸越新井さんの十両優勝がもう現時点で決まっております。あとは11勝が2人と10勝1人と10番以上勝っているのが 1,2,3,4,5 名ですね。でこちらは7勝7敗が結構多いね。人の遊郭さん、陣馬さん、沼津灘さん、勝見杉さん 1,2,3,4 で、あと諸瀬戸さん、八嶋力さんとね、6名が、7勝7敗でぶら下がっている状態。では千秋楽、油の小路さんと堀川さん、一条さんは下田ちゅうりさんと、もちろんそうですね、さあ1敗が2人というところで、デミさんはもちろんね、もう3敗目になっちゃいましたけどね。さあ黒門さんは3連敗してしまいました。いいとこまで行きましたけどね。そして中田ちゅうりさんがまず、勝たないといけないと。さあ行きましょう、千秋楽。9勝5敗の松山さん、そして11勝3敗の大宮さん。さあ大宮さんはまあまあ善戦したけど、やっぱり初日の負けがね、
初日とか前半の負けが響いちゃいましたね。初日だったよね確か。もう昨日の話だけど、昨日の話だけど、さっきの話だけど記憶がないっていうね。松山さんも勢いになればね、そのまま横綱クラスでもね下がらせるっていうのはね分かってることなんだけどね。さあここは大宮さんが一気に力で持っていくのがいいや。松山さんまた呼び返してくる。なかなかしかし大宮さんも土俵際までは持っていけません。さあここで仕掛けた寄り切り、松山さんは9勝6敗か、ごめんなさい。で11勝3敗同士ですね。大宮さんが12勝3敗か。さあこちら勝った方が12勝3敗で終了します。先手ここで寄ったのは寺那覇さん。寺那覇さん手が出ませんね。またずぶくなっている。あー突き出し、黒門さん敗れました。中田千里さんは8勝6敗の大関立ち風さん。さあ勝って一条さんの様子を見たいところです。しかし寄ってきたのは立ち風さん、追い込んで寄り切り。なんと中田千里さん敗れました。13勝2敗かな。さあ猪熊さんが10勝4敗、デミさん11勝3敗の大関同士の一番。番付変わるとしたらまあ中田千里さんが次はね、東の大関になるんやろうけどね。変わればやけど突き落とし、デミズさん12勝3敗。さあまずは横綱同士の同門対決、1つ目10勝4敗同士、油濃いさんと堀川さん。勝った方が11勝4敗。私松山さんのカウント間違ってるな、多分10勝5敗かもしれんね。坂取ったり、アブロンコイさんが11勝4敗、堀川さん10勝5敗ですね。さあ結びの1番11勝3敗の下田中さんと13勝1敗の一条さん、勝てば一条さん単独優勝。しかしここは勢いいいのは下田中さん、一気に追い込むか、いや一条さん神様突き返す、マシを取った下田中さん差し替わって、ここはひるわない。さあ付き合いですけど動きません。ここで寄ったのは下田中さん、一気にとはいかない。おっと、あれはなんだ、小手投げかすくい投げか。さあ追い込んで回しを持っているすくい投げ、これはこらえた。巻き返して突き出し、一条さんも千秋楽敗れました。さあこれでどうなる。星取り表を見てからやね、13勝2敗が、あ、そっか、結局照ノ原さんも勝ったけどね、12勝3敗だからもう一回やね、一条さんと中田千里さんでね、優勝決定戦ですよね。で、下田千里さんが12勝3敗、油濃いさん11勝4敗、堀川さん10勝5敗、猪熊さんも10勝5敗、出水さん12勝3敗、で、黒門さん11勝4敗、大宮さん12勝3敗、松山さん9勝6敗、テロハさんも気づけば12勝3敗ね。次回あれか、東方の成績分けか、まあ上空いてないからね、どんだけ加藤が上がんないんだけど。で雪内さんと竹内さんがね、これうまくあれチェンジになれば南西流さんと高駿河さんって入れ替わるんだろうね。笠真田さん11番、あ立ち抜きさんもね、まあそれぐらい実力あるわね。で十両は戸越荒井さんが全勝優勝、まあ昨日の時点でね、すでに決めましたけども、全勝でね、十両優勝にね花を添えております。それでは優勝決定戦、
13勝2敗とし一応さんと中田中さん。ここ数場所好調中田中さん、そしてようやく久方の先場所優勝の一条さん。さあここは突きが入った一条さん、2つ場所を持っている。下手投げはこらえて、ここで隙が生まれた。中田中さん一気についてくる。いいぞ、ったー、大技優勝一条さん。技能賞テルハンさん、関東賞大宮さん、主君賞クロモンさんという3勝でした。最後の最後でブレンバスターと。これはね、なかなか面白かったですね、今場所は。はい、ということでまたエンディングはカットして、はい、あ、やっぱりやめないな。はい、そのまま3月場所に入ります。下手したらな、これ番付変わってない場合があるのよね。はい、まずは親方能力です。はい、実績は10はねそのままですけど、10の9の10の10となってますね。はい、部屋記録ももちろん詰まったまま4の3の3という状態ね。これがなかなかね、立ち風さんがオルセでね、4の4の2とはならない。はい、一条さんが連続優勝やね。さあここへ来てね、ようやくパラトップの本領発揮というところなんでしょうね。まあ全勝優勝はなかなかね、このメンバーだと厳しいのはね分かってるんですけどね。さあ番付はうまく振り替わってんのかな。あ、変わりましたね。これは予想通りですね。テルノハンさんも成績分けでね、あ、小結が一枠空いたか。二人負け越して、立ち石さんがね小結復帰、竹内さん上がってこなかったね、ゆきゆじさんもね。そうか。で、南西流さんと高駿河さんは前頭の3枚目までねランキングを下げてますね。ゆきゆじさんが第4グループに入ってくる状態か。で、誰も辞めてないから当然入れ替えもございません。で、気になるのは油の小路さんね、何が落ちたの。あ、下半身からまずね落ち始めましたね。あと2年持つかな。これの野望がね、ついえたらもう一回やり直さないといけないんでね、その前にね、立ち風さんとテノハンさん引退しないかな、いうところですね。はい、ということで次回からは3月場所、春場所ですね。またこちらの方もご覧いただければと思います。それでは、さよなら。